この世で一番大切な。トール。え？お散歩しましょう、トール。しかしまあ、随分と男の子みたいな名前をつけたものだね。勝也曰く隠し味だって。隠し味？甘いものに塩を入れるといい感じの味が出るように、トールにもそんな女の子になってほしいって。そりゃまた分かるような分からんような理屈だな。だって勝也だもん。でも言わんとしてることは分かるんだ、なんとなく。勝也はちゃんと赤ん坊の世話を手伝ってるかい？うん、勝也お風呂入れるの上手だよ。タタさん見たらびっくりするよ。勝也が勝也が結婚すると言ってきた時、心底嬉しかった。何に対しても執着や本音を見せなかったあの子が、ああちゃんと人を愛してくれたんだなって。人間は不思議だね。人間は人間と巡り合う中で様々な可能性を生む。良いことも悪いことも。わしはダメな父親だった。勝也も長いこと苦しめて、恨まれても仕方ない。でもちゃんと幸せになってくれた京子さんと巡り合って、ありがとう京子さん。トトさん、カツヤはトトさんを恨んでなんかないよ。恨んでるならこんな風に会いになんか来ないよ。京子。ああ、何？少し肌寒くなってきました。トルの上着は持ってきていましたっけ？うん、カバンの中に。待って、今。いいですよ。お、俺が取ってきます。お、穏やかに優しく時は過ぎていた。